中平良は、日本のジャーナリスト、ソ連研究家。1894年、高知県高岡郡蓮池村城の医師、三つ虎の次男として生まれる。1912年、県立第一中学校を卒業。神戸に移り、大阪税関に勤務しながらロシア語を習得。1917年、大阪朝日新聞社に入社。 同年12月シベリアに派遣されるが病気のため帰国。翌年シベリア出兵の従軍記者として再び、ウラジオストックに派遣される。1919年5月、過激派討伐連合軍の従軍記者となり、シベリア横断中に連合軍は過激派に敗退。同年7月革命後間もないモスクワに単身潜入、逃避業のスエスパイ容疑で逮捕され、同年12月に釈放になる。 1920年6月3日、毎日新聞の記者、伏せ活字と共に、レーニンと革命5発のインタビューに成功し帰国。59回にわたり連載された、赤ロの1年は、反響を呼び、後日、赤色ロシアの1年にまとめられ出版された。1921年海外特派員の身分で、ドイツに、社費留学。1931年新聞社を退職して、 東京に移り執筆活動に専念する。1935年南満州鉄道にソ連研究家として招かれ入社。1939年満鉄を辞め河北交通に放職。北京で終戦を迎えた。1946年妻の郷里若山へ引き上げる。1954年に上京。1970年大阪万博の際、ソ連館で開催された。 霊人生誕100年を祝う前夜祭りに霊人と会見した日本人最後の生存者として招かれ講演をする。1981年没87歳。ありがとうございます。